おおはよようごございいいまままますすす紹介に預かりししししたた恩城と申します40分間ろく願今回のディベロッパーキャンプトップバッターということでトップバッターらしくいい感じに塁に出てで後に続くクリーンナップの皆様にバトンをお渡しできればなと思っていますで今日なんですけれどもケーススタディセッションということで我々の開発事例をお伝えするわけですけれども多少なりとも特徴的かなと思える部分が3つほどありますで1つが、えーと C++ ビルダーを使って開発したよという部分で2つ目の部分が、えー、我々どんなソフトを作ったのというところで、えーまあ、一般コンシューマー向けのスマートフォンアプリを作りましたというところですで3点目に、えー、マルチ OS ということで、まあ、Android と iOS それぞれに対応したアプリケーションを一遍に作りましたというあたりの事例になりますで、まあ、いらしていただいている皆様、えー、いろんなお立場の方がいらっしゃると思いますので われわれの事例、当てはまる部分、そうでない部分というのは、まあ、当然、終わりかと思いますけれども、まあ、当てはまる部分に関しては、何かご参考にしていただいてで、またそうでない部分に関しては、まあ、こういう考え方もあるのねというところで、楽しんでいただければ、えー、幸いでございます。私も今日一日楽しんで帰ろうと思ってますので、よろしくお願いいたしますで。アジェンダなんですけれども、えー、とまず最初に会社紹介と自己紹介をざっくりとさせていただきます。 でその後、まあ開発の概要ということでとってキャラスタジオというアプリを開発したんですがこれ一体どんなアプリなのというところの簡単なご紹介とそれから、えー、と C++ ビルダーどうして導入したのというその経緯についてお話ししますで3点目なんですがとってキャラスタジオってどんなソフトウェア構成になってるのという部分を、えー、簡単にご説明してでそれぞれ、まあ、こんなふうに開発したよという事例を、えー、説明したいと思います 4点目にアンドロイド、iOS、やっぱりそれぞれでまあ苦労したというか、言ってしまえばハマった部分がありますので、えー、その辺をお話しして、で最後、結びということで、まとめを述べさせていただきたいと思います。えー、とちょっと私も緊張してますので、皆さん、リラックスして聞いていただけると助かります。はい、でまず最初、会社紹介と自己紹介になります。えー、とカッシオ計算機という会社におりますというところで、ざっくり概要、こんな感じなんですけども、 えと皆さん、どんなイメージをお持ちでしょうか、すみません、これ、見えないと思うんですけれども、右上から時計回りにざっくりえお話しますと、やっぱり時計でしょうか、まあ、G ショック、もしくはえと時計から下がって、ここら辺ですね、電子辞書、まあ、学生の頃使われたという方も多いんじゃないでしょうか、あとまあ電卓であったり、 あと電卓の下、これピアノの絵なんですけどもピアノを中心とした電子楽器であるいはデジタルカメラ、あとここに書いてあるのがまあ電子ブームってちゃい字で書いてあるんですけども小型プリンターをまあ使ったパソコンがなくてもあの年賀状が印刷できるよとかそういうものを作ったりもしてます。ここら辺が B2B 向けの機器でしてまあ電子レジとかえーとプリンターとかプロジェクターとか作ってまして。 あとちょっと変わり種製品ということで、一番上、これなんですけども、あのダイバーさんが海の底に潜っても、声でおしゃべりができますなんていう、こんな機械も作っています。まあ、こんな感じで、ちゃきちゃきのエレクトロニクスメーカーなんですけれども、まあ、最近はちょっとスマートフォンアプリとか、ウェブサービスのようなこともやって、ちょっと事業領域を広げていこうなんていう動きも出ています。はいえー、そんな中で自己紹介に移らせていただきます。えー、とすみません、ちょっと珍しい名字なんですが、恩情と申します。よろしくお願いします。 で趣味は私、野球観戦でして、関東生まれ、関東育ちなんですが、ちゃきちゃきの虎吉なんですが、ちょっと今シーズンはちょっと泣きそうです。で、仕事は私、ソフトウェアエンジニアなんですけども、えっと、私、もともとはですね、サーバーサイドのエンジニアだったんですね。で、最近ですと、開発言語、フレームワークは JRuby っていう、あの Java の VM の上で動く Ruby がありまして、まあ、それ使って、フレームワークは Rails。ミドルウェアが まあお決まりのアパッチとそれから JLB ということでトムキャットアプリケーションコンテナに使ってますでデータベースはもっぱら MySQL の人でして、まあ、最近5.7がリリースキャンディデートになったのでいろいろいじくって遊んでるということをやっていますでそういう経歴をずっとたどってきたんですけれども昨年ちょっと身の上に変化がありまして昨年の4月に新組織が弊社の中でできましたで私もそこにジョインしたんですけれども そこではスマホアプリもやりなさいとでしかも Android、iOS 両方ねって言われましてやったことないんだけどなんていう状態だったんですけどもそんなこんなで私もそうですし私のチームメンバーも誰もスマホアプリ開発したことがなかったというところでこのプロジェクトをスタートいたしました。 そんなわけでですね、あの,今日のプレゼン、かっこよくまとめようかとも思ったんですけども、あのスマホアプリの開発、と素人チームによるえドタバタ開発事例になっているような気がします。ですので、あのお詳しい方から見ると、あやっちゃったみたいなものがいっぱい出てくるとは思うんですけれども、まあ、その辺はあは笑っていただいてあの、楽しんでいただければ幸いでございます。 でえー、自己紹介、この辺にしまして、じゃあ、われわれどんなアプリ作ったのっていう、そこのご紹介と、じゃあ、それを作るにあたって、なんで C++ ビルダーを導入したのというお話に移りたいと思います。えー、アプリはこんなのです。ひ、えと、ー、言で言いますと、まあ、人が写った写真から、まあ、いい感じのスタンプ画像を作ろうっていう、そういうアプリです。で、えー、下に絵が3つあって、一番左側、ここですね。まずこんな感じで、あの人が写った写真を撮ります。 でボタン一発ポーンと押していただくと、えー、裏で映で、ね、った人の顔の特徴を抽出するプログラムがゴリゴリと走ってで、まあ、こんな感じでいい感じのキャラクターを自動的に作りますでここでもう一発ボタンを押していただくと、まあ、ポーズとセリフを合成して、まあ、こういう感じで、まあ、LINE さんだったり Facebook さんだったりで使える、まあ、スタンプメッセンジャーのスタンプを作ろうと、まあ、そんなアプリでございます。 でこういうアプリ世の中にいくつかあるんですけれども、まあ、多少あの我々ちょっと気をつけて作ったところっていうのはあ,のあまり人の顔を似せてしまうと、まあ、私もそうなんですが人って見た目にどこかしらコンプレックスがあってそこまで浮き立たせてしまうので、まあ、そこは抑えながらいい感じで特徴を捉えたスタンプを作ろうっていうそんなことして遊んでいただくアプリでございます。 であともう1つ面白いのが、まあ、弊社エレクトロニクスメーカーらしいところでもあるんですが、えー、と一番右、これですねあのポムリエっていう名前なんですけれどもあのこんなハンコを作る機械をすで、えー、に発売しております、えー、と2013年11月だから1年半ぐらい前ですかね、えー、この頃に作った機械がありましてそれをスタンプつながりでつなげてみようということをやってみました。 で一番左、これさっきのプロセスで作ったキャラクターなんですがボタン一発ポンと押すと、まあ、画像処理で日課をかけましてでボタンもう一発押しますとこの機械、w i f i でおしゃべりができますので日課,日課した画像をここで w i f i に送り込んであげてこういう感じでリアルなハンコが作れるというところで、まあ、バーチャルとリアルと両方の世界で、まあ、スタンプ作ってペタペタ貼っつけて遊んでいただきたいと、まあ、そんなアプリを作りました。 でここから先開発の概要に移ります、えーと。開発がスタートしたのが昨年の11月ですかね、まあ、4月に組織ができてで企画マーケティングをやっているセクションの者のがどんなアプリ作ろうかっていうのを検討していたり、まあ、我々ももともとやっていたサーバーサイドのお仕事をしたりして半年ちょい過ぎまして11月にじゃこれでいこうということで開発がスタートしましたで開発人員が、まあ、素人が1.7人 1>, えと1人このプロジェクトにべっとりつけましてで私自身が最初他の仕事も抱えてましたんで半分ぐらいのパワーでやってたんですけれどもあの最後の方やっぱり開発がおせおせになってしまったのでやっぱりべっとりになってならすと70%ぐらいかなっていう力でやりましたただこの1.7人っていうのは純粋なソフトウェアの設計実装テストの人数でして、えー、UI のパーツデザインなんかはデザイン会社様にはっ、えー、と外注をお願いしましたので デザイン含めるともうちょっと人数膨らむんですけれども、プログラミングのレイヤーでいくと1.7人ぐらいですねで。開発ツールは当然 C++ ビルダーになりますで。このアプリ最初にリリースしたのが、えー、Android が今年の3月の終わり頃で、iOS が4月の頭ぐらいになりました。で同時開発でなんでリリースずれちゃってんのっていうツッコミもあろうかと思いますが、この辺の経緯は後から出てまいります。 こんな概要で開発をスタートさせました。で開発に使った C++ ビルダーのバージョンなんですが、Android、iOS ともに開発スタートの段階では XE7 を使っていました。で、初回リリースの時どうだったのっていうと、Android の方は XE7 のままにいったんですけれども、iOS の方は XE8 のベータ10を使うことになりました。で、なんで本番の製品なのにベータ版使ってるのっていう話は、 勘の言い,い方はお気づきかとは思うんですけれども、えー、また後から出てまいりますで一番右今ここということで、えー、現在は XE8 の製品版 Android iOS ともに使っているという遍歴を経ておりますで C++ ビルダーを導入した理由って何なのっていう話をこれからいたしますで まあ簡単に言うとワンソースマルチ OS の開発のアプローチを取りたかったというところが基本的なモチベーションになっています。えー、コンシューマー向けアプリですので、まあ、非常に開発スピードが大事だよというのはあっちこっちで言われていることなんですけれどもやはりあの早く開発する必要があったというところがあります。 しかし、まあ我々のチームも非常に人数が少ない部署だったので少人数で回さなくちゃいけなかったという事情があったりあるいはもともとサーバーサイドの仕事をやっていたのでスマホアプリの開発以外の仕事も結構あるねということで、まあ、普通のやり方をしていたらちょっと厳しいなということで何かを変えなくちゃいけないというあの課題認識が非常にあってだとしたらじゃあワンソースマルチ OS でチャレンジしてみようという話が出ました。 でモチベーションがこんなところにあってモチベーションが決まると今度はあの手段ということでじゃあツールどうしようっていう話になるんですがえ当然 HTML5 ベースのツールも話題には上がりました、まあ、私もサーバーサイドやってたので Web フロントエンドの素養はありましたしまたここ2年ぐらい Web フロントエンドの技術がすごく発展してるというのも追ってはいたので話題には上がったんですが結論から言うとちょっとこれ見送りました というのは、えー、一つはやっぱりネイデバイスネイティブなコードに比べると、HTML5 サクサク動くかというのはやっぱとても不安だったという経緯がまずあります。それともう一つはあの、ワンソースマルチ OS なんですが、完全にワンソースにするのはちょっと難しいかなと。まあ、UI の方は、まあ、ウェブビューの互換性はともかくとして、なんとか頑張ってするとしても、じゃあ一番下のビジネスロジックのレイヤーまでワンソースとなると、 もしかしたらできるのかもしれないけれどちょっと難しそうだなと当時考えてました。であと最後にあのソースコードのメンテナンス性に不安がありまして、えーっとまあ、私も HTML、CSS、JavaScript で結構長いソースコードを運用した経験があるんですけどもコードが長くなってくるとかなり大変というところにだいぶはまった経験もありますのでできればちょっとこれ避けたいなという話になりました。 でここで C++ ビルダーを何で入れたのっていうと、えー、私の上司ちょっと一番後ろで難しい顔で今見てますけども、えー、私の上司がこの情報をたまたま知ってたんですねで確かこれコードジンさんのメルマガだったと記憶してるんですけれどもえー、っと確か C++ ビルダーが iOS にも対応したから両方作れるよっていう記事だったと記憶してます。 その記事が来た時に私もまだスマホアプリは担当する前だったのでその時はあの「へ、hey, え面白いね」っていう話で終わっちゃったんですけどもそっから数ヶ月経ってまさか自分が使うことになるとはという形で、まあ、これも何かの運命だったんじゃないかななんて今としては思ってますが、まあ、そんなこんなでとっかかりがありましたのでいろいろ調べてみました。 調べてみると、まあ、完全にデバイスネイティブになりそうだっていうことで、まあ、HTML5 ベースにしたツールで作るよりはサクサク動かせるんじゃないかとかあと全レイヤーをデバイスネイティブの形でワンソースにできるっていうところに非常に魅力を感じまして、まあ、簡単に言ってしまうと F9 キーを一発ボーンと押すと上から下まで全部デバイスネイティブになるぞっていうその思いっきりの良さに私もすごく魅力を感じまして。 じゃあこれいいけるんんんじゃなななかっっていうそんな話になったんです、ね、で C++ であれば我々のチーム私も含めて経験者が複数人おりましたので、えー、ただし誰もデルファイやったことないオブジェクトパスからわからないという状態だったのでじゃあそれだったら C++ ビルダーでチャレンジしてみようというところでツールの導入が決まりました。 でここから先ですね実際のドタバタ開発事例の話になるんですがちょっとその前に C++ ビルダーに対する印象の変化っていうものが私どもありましたのでちょっとお話ししようかと思います。C++ ビルダー最初調べ始めた時は Android、iOS それぞれのネイティブフレームワーク開発環境に比べると まあできることは限られてるけれども、まあ、両方の OS に対応したアプリが簡単に作れるのかなーって最初は思ってました。ただ、実際やってみると、この印象、ズバッと変わりまして、アンドロイド、iOS、それぞれでできることは、まあ、全部とはちょっと言えないんですが、大抵のことは何でもできます。で最悪はデルファインターフェースを経由して、アンドロイド、iOS、それぞれのネイティブ API も引っ叩たけますので、えー、大体のことはできます。 ただ、ちゃんとしたアプリを作るためには、結構がっつり勉強する必要があるんだなというところで印象が変わりました、これ、私の反省も込めてなんですけれども、えー、そういった印象の変化がありました、でその印象の変化に至った開発の経緯というのが、これから出てくるお話になります。はい、すみません じゃあとってキャラスタジオのソフトウェアの論理構成と、まあ、それぞれどう作ったのというお話簡単にさせていただきますまず論理構成この図の通りなんですが、えーまあ、当然ながら一番上のレイヤーにユーザーインターフェースのレイヤーがございますで一番下ビジネスロジックのところは大きく2つ1つはあのキャラ変換エンジンと書いてますけれども実際にその写真から顔を見つけてキャラクターを作る部分になりますでこれサブモジュールが えと3つに分かれてまして1つはまあ顔のパーツの検出ということでまあ写真から顔を見つけてで輪郭はどこで髪の毛ここで眉毛目,目鼻口ってそれぞれどこにあるのっていうのを見つけるところです2番目が似顔絵のパーツを決定する部分ということでまあ見つけた各あの顔のパーツからもともとプリセットで持ってるキャラクター用のパーツとこうマッチングかけていってどれが一番似てんのよと。 いう部部分分を決定する部分でする、ね、でね一番下が実際にこうポーズとセリフとくっつけてスタンプを作る部分、こんな3つのサブモジュールになっていますで。3つ目のところはまあポムリエ、さっきのプリンターと連動するモジュールでして、まあスタンプ画像を、作ったスタンプ画像を日課するモジュールと、それから実際にポムリエ本体と Wi-Fi でおしゃべりをする部分、この3つのところがあって、で真ん中のところに えーとユーザーインターフェースとビジネスロジックをつなぐ、まあ、アプリの全体制御とか機能の呼び出し、まあ、MVC フレームワークでいうところのコントローラーに近いようなものが入っています123と番号をつけたこの3つのモジュールについて我々の事例を話しますでまず UI 部分についてなんですけれども、えー、UI の開発について、えー、とまず最初使ってみてハローワールドをショをメッセージしてっていうのを作ってみるんですが えー、標準のコンポーネントだけで構成されるアプリはそんなに問題なく作れるんじゃないかとあのまあアンドロイドアイオエスそれぞれの UI に非常によく似た私ども素人では見分けつかないような、えー、そんな UI を作ってくれますのでこれだったら随分楽だなと思いましたただ、えー、コンシューマー向けアプリですんでそれなりにやっぱ凝った UI を作んなくちゃいけないんですねそれなりにおしゃれしましょうということででこうすると今度スタイルデザイン を使うことになるんですがこ,こを調べたら実は最初全く分からなくてみんなちょっと頭抱えちゃったというところになりましたで困ったなと思ってエンバカデロさんにご相談申し上げたらえっ、ー、と a クリッ p p e r のハブさんをご紹介いただいたんですね、まあ、業界でも有名人ですしあの私もあのデータベースエンジニアもやりますんで楽々 ERD レッスン読んだりあの要件定義もするんで始めよう要件定義読んだりしてるんですけれどもハブさんをご紹介いただきまして スタイイルデザインを教えて羽生さ,ししさんから「いやこれ本気でやるなら3日かかるよ」って言われたんですが、まあ、開発もカツカツだったんで「1日でお願いします」っていう無茶なお願いをしまして「うん、かなりの詰め込み教育だね」って言われながら、えー、と詰め込み教育を受けてまいりましたでいろいろテクニカルなことは教えていただいたんですがやっぱりスタイルデザインって最後は試行錯誤だよとで見せていただいたデモだとあの 一見タブのように見えるんだけれど実はラジオボタンのコンポーネントに絵をかぶせたみたいなのも見せていただいててタブもラジオボタンも本質は同じで複数選択肢があって1個選ばれてアクティブになってるっていうものだったのでそういう,こう試行錯誤が必要だよって言われたので我々も教えていただいたことをベースに試行錯誤するに至りましたただまあ大きな声じゃあんま言えないんですがスタイルエディター使うとまた ID がよく落ちるななんていう。 こともありりながら、えー、作りましたであと羽生さんから頂い,いたアドバイスなんですが開発のワークフローにスタイルデザインの工程をちゃんと入れるべきだよっていう、えー、っとアドバイスいただきましたでこれあの分かりやすさのためにあえてウォーターフォールっぽく書いてるんですがあのアジャイル開発のプロセスを取られてる方も多分本質は同じだと思います。 えっとまあ要件決めて仕様を決めてデザインモークを作って普通だったらここですっ飛ばして UI レイアウトの作成アプリ実装といきたいんですがやはりスタイルデザイン試行錯誤はいるのでこの2つの間にスタイルデザインの工程を入れて試行錯誤して必要だったらこっちにまた戻って仕様に反映させてみたいなワークフローを 入れれてておく必要があると言われて確かに試行錯誤時間かかりますので計画段階で盛り込んでおいた方が私もいいんじゃないかなというのは事例としての印象としてございます。あともう一つ気を使ったのがデザインはちょっと外注,様にお願い外注してデザイン会社様にお願いしていたのでコミュニケーションの部分でちょっと気を使った部分ございます。というのは従来のアンドロイド iOS の開発環境とは組み込み方がちょっと異なるんですね。 でまあ、従来の環境だとデザイナーさんも慣れてますのでなんとなくこうあうんの呼吸でこういけちゃう部分も多分多少なりともあるのかなと思うんですが C++ スピードはまた違うので、まあ、それに合わせた形でやっていかないといけないということで我々の方としてはデザイナー様にはちょっとこれ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 を準備してくださいとお願いをしてでデザイナー様の方から。 じゃあ素材作ったからこういうふうに組み込みなさいというのは C++ ビルダースタイルデザインに合わせた形で指示書を作っていただきましたこの辺のコミュニケーションはきっちり最初にどういうふうにするのかっていうのを決めておかれることをおすすめしますという感じで UI が進みました次にキャラ変換エンジンのところなんですがこのキャラ変換エンジンまず概要としては 作ったのは我々ではなくて弊社に研究部門がありましてこれは我々とは別部門なんですがその研究部門と協力会社さんの共同研究っていう形でアルゴリズムを開発しましたただこのアルゴリズムこの我々が作ったアプリ専用のものではなくて例えば顔のパーツ検出なんかはデジタルカメラなんかにも使われている技術ですので研究成果のソースコードをもらって われわれの方でアプリに組み込み実装をするというプロセスを取りましたただあの専用ではないのでそのプログラムどう出てきたかっていうとあのビジュアルスタジオのプロジェクトで開発されていたんですがあの環境依存のコードがたっぷりあって MFC だ Win32API だとあってそうなるとこう C++ ビルダーではちょっと動かすこともできないどころか、まあ、ビルドもできないみたいな状態でした まあ研究部門別になっている会社さんだとそういうこともあろうかと思うんですがえこれどうしようかなと思ったんですがどうにもならないのでここは C++ ビルダーにあの粛々と移植をしましたでどんな手順でやったのというとこれもあの素晴らしい解決法ってなくって結局 C++ ビルダーで一個一個コンパイルしてでエラーは出ますんで環境依存の行動をぶっぱずして でビルドを1回通してである程度の範囲でビルドが通ったらユニットテストして動作確認してっていうでとても泥臭い作業を、えー、と繰り返しましたただ一つ良かったのは、まあ、C++ 同士だったので、まあ、普通に ID からそのソースコードを読み込んでボンとビルドをかけてあげれば特別なことをせずに作業そのものは開始できたっていう意味では良かったなと思っています これが例えば Android だと、まあ、通常 Java ですので、まあ、JNI でインターフェース切ってあげてみたいな作業が必要になるかとは思うんですけれどもそれがなかったっていう意味では非常に良かったなと思ってますでちなみにここに関して会場の皆様であの効率の良い方法をご存知の方は懇親会かえハッシュタグかで教えていただけると非常に嬉しいですよろしくお願いします、はいえー、そんなことをやってなんとかあのキャラ変換の部分が 動くようになってきました。で最後、えー、ポムリエ連動モジュールの開発についてお話しします。でこれも前提なんです。前提としてはあのプリンターのポムリエとおしゃべあのおしゃべりできるアプリっていうのは実はすでに弊社内でありまして、あのこれ別部門が作ったものなんですけれども。 ポムリエの発売と同時にスマホアプリもリリースされててちょっと我々のアプリとはちょっと違っててあのこういうかわいい猫の絵とか女の子の絵とかをポムリエで印刷できるよっていうアプリがすでにありましたただこれは C++ ビルダーで作ってたわけじゃなくて Android、iOS それぞれの開発環境で構築されたものでございましたじゃあこれがあるんだったらということでえ最初の設計戦略は まあせっかく動いてるプログラムがすでにあるとで。テストも済んでますし、市場でも揉まれてますので、だったらこれ使いたいなと思ってで、よくよくその部門から話を聞くと、いや、通信と日課の部分、ちゃんとライブラリ化されてるよーっていうところで、あ綺麗な設計でよかったーと思って、だったらもう C++ ビルダーから Android、iOS 用、それぞれのライブラリリンクして、使えば開発効率上がるんじゃないかと思って。えー 非常に喜んでいたんですが、えー、と実態としてはかなりドツボにはまってしまったという経験がございます。でこれ何だったかっていうとじゃあまずアンドロイドどうしようって考えていろいろこうググってみるんですね。そうするとこうちょっと見えないと思うんですがあの毒液にちゃんと引っかかるんですね。 ラットスタジオでアンドロイドアプリケーションのカスタムの Java ライブラリセットを使うときはこうしなさいという独意、えー、が出てきます。でこれを読むと、えー、Java2OP というツールがあるらしいぞというところでここでまた独意が引っかかるんですね。あこうすりゃいいんだと思って、えー、私これ私がやったんですが私作業を始めました。Java2OP でアンドロイド側の Java ファイルライブラリになってた Java ファイルを まあデルファイというかオブジェクトパスカルのインターフェースを作りましたまずでこの Java2OP なんですが JDK1.8 ではなんか動かなくってこれもまたググってみると JDK1.7 にパス変えると動くぞなんていう記事があったのでパス変えたりとかして頑張ってえっとまあドットパスのファイルを作りました、えー、Java2OP で作成されたドットパスでこれどうするのかなと思ったら C++ ビルダーでビルドかけちゃえばドット HPP で C プラからのインターフェースができるよっていうところでやってみてでこれがインターフェースになるんだと思ってじゃあ調べようっつって i d e でソースコードを開いてみるんですがデルファインターフェースオブジェクトパスカル側へのラッパーとお式記述がずらーっと並んでました。でいかんせん我々ちょっとデルファイオブジェクトパスカルの知識がないんでどう使っていいんだか実はさっぱり分からず。 根を上げかけたとというところがありまして、まあ一週間ぐらい試行錯誤してみたんですがやっぱりわからないとで。エンバカデルさんのブログとかにもあの記事はあるんですけどだいいたこのインテジャーを2つ渡してその足し算結果をリターンするみたいな単純なやつはあるんですけど通信のプログラムとなるとそんなに単純な作りにもならないのでここで見てみるんだけどよくわからないということになりましたで。もう一つ えと完全に私の心を折ったのが iOS のところでして、まあ当時なかったんですねあの後からベータプログラムの方にあるよっていう話はあのお伺いしたんですけれども、まあ、当時見つからなかったということでツール使って分かんないものをこれ手でやるっていうのはもうもう無理と思って、えー、ここいら辺であで既存のライブラリをリンクするのをちょっと諦めまして。 でどうしたかっていうともう C++ ィルダーでフルスクラッチで作っちゃいましたあの C プラで全部、えー、Wi-Fi でおしゃべりする部分と日課の部分を作りましたただ日課のコアエンジンだけはもともと C プラプラで作られてたのでえそこだけはちょっと流用させてもらってで前処理とその日課の前処理と後工程あと Wi-Fi で通信しておしゃべりする部分を、まあ、作り直したという形になりますでここでの教訓としては アンドロイド、iOS それぞれの、まあ、開発環境で作られた資産があれば当然使いたいというモチベーションがあるのは当然かと思いますが本当にこれが最適解なのかは計画段階で検証をした方がいいのかなと思うに至りましたでもしあのこれすぐ使えるよという場合もありますのでそれだったら万々歳ですしまたちょっとこれ難しそうだなというところであればあのきちんとフルスクラッチで作り直す計画も立てないといけないので ここは一度検討されることをお勧めしますで。一概には言えないんですが、ものによっては想像するよりもハードルが高い場合があります。ということで、なんとかまあモジュールを作っていきました。でこの先、Android と iOS、それぞれで苦労したところ、我々の事例をお話しします。 まあ夕方からあの細川さんのセッションで、もっとテクニカルに深い話はお聞きできるんじゃないかと思ってますし、私もそれ楽しみにしてきたんですけれども、われわれの事例は事例として、一つ、こういうことあったよというお話はしようかと思ってます。で、まずですね、でアプリがが固ままるという事例が頻発しましたえっと技術的にはこれ、アンドロイドも iOS も共通のことなんですが、事例としては、よりアンドロイドで頻発したよということで、アンドロイドと分類させていただいています。 1で一つはまあ処理中特にキャラ変換の処理中に画面連打するとアプリが固まる、まあ、アプリケーションノットレスポンディングになったというのが結構頻発してまして、まあ、設計見直してみたらメインスレッドで5秒以上かかる処理をバリバリ実行しまくってましたみたいなところがあったのでここはスレッドの設計をやり直して、まあ、メインスレッドで何するのサブスレッドで何するのっていうのをきちんと再設計してあとその他細かい工夫をいろいろ追加したというところでなんとか逃れました。 より困ったのがもう一つであのキャラ変換みたいなちょっと重たい処理をやってる時にあのアプリを最小化する後ろに引っ込めてしまうとアプリが思いっきり固まるっていう状況になりました、まあ、私どものようなスマホアプリの素人はちょっとやりがちなところかと思うんですがこれ何だったかっていうとあのアクティビティのライフサイクルの監視と適切な処理をしてなかったというあのハマりがちなところに思いっきりハマったんですが。 えここはもうちょっとどうしようもなかったので、まあ、エンバカデロさんにちょっとサポートをお願いしてでいろいろ教えていただきながら、まあ、アクティビティのライフサイクルを監視して適切な処理を行うように再設計し直して、まあ、あとその他細かい実装を見直したというところですでこれ見えないと思うんですが一応すいませんこれプロダクションのコードではなくてサンプルのコードなんですけれども一応サンプル持ってきましたあのざっくりとではあるんですけれどもでまあ あの見えないと思いますんで必要な方は後でスライドをダウンロードしていただければと思うんですけれどもあのこれ非常に困ったのがあの分かかってしまえば何とか調べられるんですねこれあの C++ はちょっと記憶にないどうだったか忘れちゃったんですけど少なくともあのオブジェクトパスカルであればブログ記事結構出てきますし。 分かってしまえば調べられるんだけどそもそも何で調べていいんだか分からないっていうところにちょっと私ども随分はまってしまいましてで、まあ、私どものような素人だとまあなおさらなんですが多分アンドロイドの開発環境に慣れてらっしゃる方でもあのやんなきゃいけないっていうことは分かってもこれ何で調べようっていうのが分かりにくいんじゃないかなと思って一応見えないながらサンプルをつけてきました。 でですの,で、まあ、あのスライドダウンロードしていただいてちょっと必要そうなところをこうコピペし Google 窓にコピペしていただければあのヒットするブログ記事何件かございますので、えー、必要な方ご利用いただければと思います。でそんなこんなで Android の方がちょっと落ち着いてきてほっとしたら今度 iOS の方で、えー、壁が1個出ましてあの今年の2月から iOS の 64bit サポートが必須になったんですね。 ところが、XE7 って iOS64 ビット見たようだったということで、どうしたもんかとあの頭抱えちゃったんですが、これもどうにもならないので、えー、XE8 のベータ版を使うことにしました。我々、アプリ出したのが3月末、4月頭で、XE8 の製品版出たのが4月のミドルよりちょい前ぐらいですので、ちょうどこうエアポケットにはまったような感じになっちゃったんですね。言った仕方ないので X、e、ので XE8 ベータ版を使ってやって えーと iOS 側の開発は移行させましたでベータなんでまあちょいちょい落ちるとか毎週アップデートが降ってきて入れ替えの大変とかなんか作られる IPA がなんかちょっとおかしくて「App Store」に上げると警告出るんだけどビルドし直したら直っちゃったみたいなことがありながら、えー、バタバタしながらなんとか審査に出して、えー、落ち着いたらいいなと思っていたんですが、えー、そうは問屋が下ろさず。 リジェクトを食らいますとで何かっていうとですね iOS のデータストレージガイドライン違反だよってことでなんかアプリ入れただけで iCloud にデータがもりもりバックアップされてんぞと言われておかしいな iCloud と通信なんかしてねえぞみたいなことになるんですねでこうやって痛い目に遭ってようやく Apple のドキュメントを読み始めるという、まあ、素人みたいない素人だったんですがまあどはまり でありりがちなことを我々もやるに至りますでリジェクトの原因は何だったかというとまず前提としてこのアプリってプログラムの内部データ山盛り持っているんですねパーツ画像だったり顔のパーツ検出の学習データだったりでこれをスタートアップドキュメンツに配置してドキュメンツフォルダーに置いてましたで実際、ド読意機を読むとそうせいと書いてあるんですが内部にこれやっちゃうとリジェクトを食らうリスクをはらんでいるということをここで学びました。 でそれって何なのっていうのはこの iOS データストレージガイドラインすみません、聞いた t の記事からちょっとあの参考にさせていただいてるんですけども、まあ、ドキュメンツフォルダに置いていいのはユーザー,作成ユー,ザーがアプリで作ったデータだけでそうでないものは置いちゃいけないですみたいなことが書いてあるんですね。で再ダウンロードできるデータはキャッシュ e ズに置いてテンプラリーファイルは添付に置きなさいと。 でバックアップが不要だったら DoNotBackUp っていう属性をつけなさいとこんなガイドラインがあったんですが、まあ、ドキュメントフォルダーの下に置いてたんで一番上の2つに違反をしていたということにようやく気づきます。でどうしようかなと思うんですがあのこのアプリって特にサーバー連動なんかはしてないので、まあ、データが消される可能性があるもしくは消さなくちゃいけない添付だのキャッシーズにはちょっと起きにくいねということで。 そうなると、ちょっと戻りますけども、もう5番でいくしかないかなというところで、まあ、プログラムの内部データをある一つのフォルダにまとめておいて、でそれに対して、ドゥノットバックアップ、バックアップするなという属性を付与してあげました。ただ、これもちろんあの、iOS のネイティブ API なんで、どうやって引っ張たくのかっていうのは結構苦労しまして、あの調べてみたら、オブジェクトパスカルの方のサンプルはあの、 Google で調べたら出てきましたのでそれを気合と根性で C++ プラプララに置き換えましてで、まあ、これもうちょっと参考程度にサンプル持ってきたんですけどもこんな感じのソースコードを書いてあげてバックアップされないようにしてなんとかアクセプトされましたというところで一応我々のドタバタ開発が落ち着いたというそんなストーリーになります。 でえー、とま残り10分切ってきましたので最後ちょっとまとめということで結びを述べたいと思いますで開発経験から我々考えたことであるんですけども、まあ、素人がドタバタ開発を経てなんとかリリースすることができましたで C++ ビルダーってやっぱりちゃんと使ってあげるともう効果絶大だと思ってまして、まあ、なんだかんだ素人一体 人で両方の OS に対応したアプリを、まあ、同時とはいかなかったんですけれども、まあ、ほぼ同時に近い形でリリースできたのはやっぱりこれ C++ ビルダー使ったおかげだと思ってますんで、まあ、入れてよかったなとも思ってますしまたあの手厚いサポートしていただいたエンバカデロさんにも本当に,本当にあの感謝の念に耐えません耐え,えないんですがただあの銀の玉では当然ないですね あのソフトウェア業界は私が生まれる前にあの狼男を倒す銀の玉はないという提唱をされてますけれどももちろんその通りで,でそこで考えたのは何かというとあの、まあ、ちゃんと使ってあげるととは書いたんですけどもこれちゃんと使うにはやっぱり iOS、Android、それぞれの,あのネイティブの環境に対する知識は必須ですね。あの C++ プラプラビルダーで動けばいいんだったらとりあえず動くものは作れるんですがちゃんとこう市場に出そうとかって思うとやっぱりそれぞれ iOS、Android の知識は必須になってきます。で少なくとも Apple、Google 各社が出している開発者ドキュメントはきちんと読み込まないといけないですしまあ我々もここが不十分でずいぶん痛い目にも合いましたしまたこれからも合うんじゃないかなと思っています。 でえー、ここはやっぱりやんなきゃいけないということを本当に痛感しました。であともう一つはデルファイ、DelphiObjectPascal もこれちゃんと知っておいた方が確実にいい、まあ、どちらを使うかっていうのは選択次第だと思うんですが、C++Builder を使うにしても DelphiObjectPascal、ここはしっかり知っておいた方がよくて、なぜかというと、あの例えば Android、iOS のネイティブ API を引っ張っておこうとすると、やっぱり Delphi イ,インターフェース必ず通りますし、 あとなんかちょっと動き変だなと思ったときも最悪オブジェクトパースカルのソースを読めば解析はできるんですが全く知らないと手の脱出しようがなくなるのであのデルファイちゃんと知っておいた方がいいと思います。で、偉そうに言ってますがあの私も全然できてないのでまた日々修行しようかなと思っているところでございます。で、これ最後のスライドなんですが。 えー、C++ ビルダーを使うのそれとも従来の開発環境で行くのっていうのは一つ、えー、と選択の問題になってくるんですがここはちょっと難しいところもあって、えー、と難しいっていうのは選び方が難しいところがあってあの C++ ビルダーってワンスポーツで大抵のことはできるんですけれど学習コストが高いというところはありますでここでやっぱ大切なのはやっぱり何を目指すかっていうところかと思います あのー数を削減したいのか、機能を徹底的に追求したいのか、細部まで徹底的にこだわって作りたいのか、もうとにかく何を目指すか、その目的の部分が非常に大切で、で例えばあのマルチ OS で工数を削減したいというモチベーションが強いのであれば、C ビルダーっていい選択肢だというのは、あの自信を持ってお勧めできます。ただだ一方で例えば細部へのこだわりにに徹底的に、えーと 追求したい,っていうんであればもしかしたらまあア,ップル iOS あアップルの iOS あとグーグル、アンドロイドそれぞれの開発環境の方がもしかしたらかゆいところに手は届くかもしれないというところでもう何を目指すかというのをきちんと固めていかないといけないと思ってますしまたあの銀の玉が存在しない以上ツールどれを選んでもどこかしらやっぱり壁は当たってしまうのでそういう意味で言うと。 もうとにかく自分たちが一番実現したいものを明確にして適切なツールを選んでいくというのが、えー、王道かなと考えてますで。その中で我々の事例として C プラプラビルダーが向いてそうなケースとなりますとまず短期間で Android iOS 同時リリースをしたいですっていうモチベーションが多分一番トップにくると思っててでプラスしてまあ開発ライン2ライン組むだけのリソースがないとなればやはり 従来のやり方とは変えていかなくちゃいけないんでその時に C++ ビルダーって生きてくるんじゃないかなと思ってますであと、まあ、C++ の中級者以上が複数人存在すればあのそれはもちろんあの開発が加速しますので、えーまあ、もし C++ 詳しいよという方がいらっしゃるのであれば一つ選択肢の、えー、判断基準になるんじゃないかなと思っています、はいえー、と以上で私のプレゼンテーションは終了させていただきます え本日、えー、と長い時間でしたけどもご清聴いただきありがとうございました。